はい、宮崎大学の新地でございますあの全国一緒だと思いますけれどもあの国立大学の附属学校の ICT 整備というのは各大学に委ねられているためにその整備状状況況ななかなか難しい状況にありますで久留米小学校さんも同様で1年目はどちらかというとこう整備も充実をしながら、えー、ICT 活用のまあ効果的な ICT 活用ですねに取り組みながら このテーマである情報編集力とは何だろうかまたそれを充実させる育む教育課程はどういうものなのかというふうにお考えいただいた2年間だったと思います。で2年目でどのような答えにたどり着いてきたかというふうなことを整理させていただくと今のご発表の中にありましたけれども「作る」「集める」「作り上げる」という3つの 段階を設定しそれらの活動を結びつけていくそしてそれが単元を通して設計をしていくというのが情報編集力の育て方でありまたその教育過程の構築というふうなことで検討をされました。で普通 まあ最近、uh, ICT 活用となるとすぐまあ共同学習というふうに行きがちですけれども、えー、共同学習というふうに直ちに入るのではなくて、えー、その前の個人の段階また改めて個人というふうな三段階というふうなところを設定されているということになりますえー、まあ作る活動というのは個人の徹底思考段階で自分の考えをしっかり見出していく活動、えー、共同学習のスタイルの中で、えー 他者の考えを取り入れながら多様な複数の情報を友達とまたは先生方と意見交換しながら集める活動さらにそれを発展させるものとして改めて共同学習までの取り組みをもとに各自で創造を発信していくそしてより良い考えを作り上げていくというものがまあ、今回のたどり着いたまあ 教育課程であると言いますか、えー、情報編集力をいかに育てるかというステップというふうにお,お話した方がいいかもしれませんが、えー、福岡教育大学附属久留米小学校さんのたどり着いたところになろうかと思いますで、その際に児童に何を求めているかというと問題意識を常に持っていてほしいまあ、連続してほしいそしてそれをこれらの活動の中で発展していき最後には問題解決 アピールにつなげてほしいということになります合わせて教育課程の創造という中ではこれらをこの絵の通り発展させていくためには教師はどのような学習スタイルやまたは流れというものをデザインしていくのかというところに取り組んでこられたというふうなものだと思いますさてこのような設計といいますか成果にたどり着いていた背景ということを お話しさせていただきますとこの指定を受けられる1年前え24年度に実は教科の特質を踏まえた授業づくりということを踏まえつつ共同的学習共同的学び合いを作る言語活動ということにすでに取り組んでおられたわけですねでそれらを背景にしながら今日の説明の中にもありましたけれども研究開発学校として指定された情報化 としてのこの取り組み、情報化に関する取り組みをうまくリンケージされたものというふうなことに言えます。従いまして、まあ共同学習を充実させていく上ににおいて、まあ両方のこの重要性、またえ強化、情報化ですね、情報化を設定する中で、まあ ICT 活用、情報活用能力という視点に触れながら、まあ個人思考の中において考えの引きこい 比較共有であるとかまたは共同学習であると意見の意見ただ意見を述べるだけではなく根拠との組み合わせであるとかそれの他者との比較であるとか必要な情報の選択最後の各自の創造発信の段階では違いをこう認識しながらまた違いがはっきり分かるような相手に分かりやすい発信 発表意見交換というところに進んでおられ,おられますで、まあ今後ですけれどもこれらの背景情報化の取り組みと、まあ、リンクをさせながらですね、えー、ICT 活用であるとか、まあ、ここでは情報活用能力といった方がいいかもしれませんが情報活用能力さまざまな観点がございますけれどもそのそれぞれをバラバラに取り組んでいくそれバラバラに深めていくだけではなくてこれらの活動の中と情報活用能力との関係ということを整理をしながら進め,さ進められるとよりこれまでの取り組みが 今も指定を受けておられるということだと思いますけれども情報化のこう発展といいますか情報活用能力の充実につながっていくものかというふうに考えます。以上で終わります。